高田さん、おめでとうございます。今年はすごく目まぐるしくて、自分がこう台風の目にいるような感じで、周りがガーって動いてって、でも自分自身のいるとこはすごく静かで、なんだかすごく不思議な1年でした。だから、こうやって年の締めくくりにこんな素敵な場所に立たせていただけてるのが、自分のことなんですけど自分のことじゃないような気もして、とても嬉しい気持ちと、すごくきっとこうこの先印象に残った1年なんだろうなと思います。せっかくこんな素敵な賞をいただいたので、来年もその先もずっとこう、この賞に恥じないように、かっこいい、いい女になれるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。トト姉ちゃんになったことですかね。女性じゃないと姉ちゃんじゃないんで。家に帰るの、帰るっていう字ですかね。なんか今年すごい本当に目まぐるしかったので、逆にすごい近い人とか、なんかすごい愛されてるって実感、近い人に愛されてたり心配してもらえたりっていうことがすごく多くて、なんか分かってたつもりで分かってなかったなって思うことが多くて、だからなんというかこう元いた場所にすごい帰った時点だったなと思います。